去年、仙台市が事務手続きのミスでおよそ5000万円の追徴課税を支払ったことについて担当職員らに損害賠償請求をしないのは不当などとして仙台市民オンブズマンが行った住民監査請求で市の監査委員は請求を棄却しました仙台市は去年の夏のボーナスを職員に支給した際源泉所得税の納付が遅れ 延滞税と不納付加算税合わせておよそ5000万円の追徴課税を支払いました担当職員が期限を誤って認識し上司も気が付かなかったことから仙台市民オンブズマンは市がこれらの職員に対し損害賠償請求をしないのは違法不当として住民監査請求を行いました市の監査委員は 担当職員とその上司のミスが重過失とまでは言えないなどとして今日付で請求を棄却しました。